イオングループマックスバリューマックスバリュー九州マックスバリュー九州株式会社は沖縄県を除く九州全県にスーパーマーケットを展開していたイオングループの企業である2020年9月1日にイオン九州へ九州合併された九州の地場スーパーだったことぶき屋が2001年に民事再生手続きを申請した際に同社の食品スーパー部門だった クラシカン事業の大半をイオンが引き受けるために受け皿として設立した企業である。このため、設立当初の本社所在地はコトブキ屋の本社があった熊本県熊本市に置かれ、旧、コトブキ屋系列の店舗の多くは現在もカリーノから賃貸して運営されている。その後、各地の地場スーパーを M&A により買収したり廃業した企業の店舗譲り受けを行い、 九州7県に店舗を展開、拡大させていった。現在は自社開発によるマックスバリュ店舗と旧クラシカンのマックスバリュ e クラシカンの店舗が混在しており、インフラ、買い回り、サービス等の面で店舗ごとに差が生まれていたが、マックスバリューではない旧ことぶきや系列の店舗では改装を進めており、改装後の店舗ブランド名をマックスバリューに統一し、 標準フォーマットのスーパースーパーマーケット店舗へ順次改装を進めている。2010年8月には既存のマックスバリューを転換したディスカウントストア店舗としてザビックをオープンさせた。また、五つ星チェックという独自に店舗を評価する制度を導入し、店舗運営の向上に努めている。なお、当社では毎週木曜日に木曜市を開催する関係で、 他のン系列店舗での統一セールである、カヨ市を開催してこなかったが、2012年11月20日、イオングループのスーパーマーケット合同セールの開催より、カヨ市も期間限定で開催することとなった。なお、現在は一部店舗を除き、カヨ市を開催していない。なお、大英再建に関連して、九州内にあるグルメシティ13店舗及び大英吉塚、 パピオンプラザ店の計14店舗の受け皿となり、2015年9月1日に大英から運営を引き継ぐと同時に店舗ブランドをマックスバリューなどに変更した。吉塚パピオンプラザ店以外の大英店舗については、イオン九州が受け皿となる予定だったが、イオン完全子会社のイオンストア九州が承継し、イオン九州はイオンストア九州から運営委託を受ける形で、 大英店舗を運営する形に変更された。1992年時点での店舗数は27店舗、資本金は1億6000万円であった。マックスバリュー九州は2003年の新会社、設立以降、単独での出店に加え、ネイバーフット型オープンモールショッピングセンターへの出店も行っている。以下は、マックスバリューが各店舗となっている、主な NSC である。 マックスバリュー、九州店舗では、2008年10月31日を、もってレジ袋自体社に配布していた、イオングループの買い物袋、スタンプカードの発行と応印を終了し、11月1日より、大体として1回の生産ごとにその場で2円引きを実施していた。その後、大分県、熊本県の一部、福岡県の一部においては先行で、 レジ袋無料配布の中止とレジ袋自体者への2円引きが終了となり、レジ袋を有料化した。前述したように、2019年8月31日をもって、すでにレジ袋有料化を実施している地域以外の店舗においてもレジ袋の無料配布中止と、レジ袋自体者への2円引きが終了となり、全店舗でレジ袋が有料化された。なお、20個たまったスタンプカード、 または途中までしか応印されていないスタンプカードは3枚でマイバッグ携帯用5枚でマイバッグレジカゴ用と交換できるその他途中までしか応印されていないスタンプカードの場合九州地区以外のングループで引き続き利用可能である2013年8月22日マックスバリュー大在店の来店客が アイスクリームの入った冷凍ショーケースに入り別の来店客が写真を撮影。その後、これが流行りの譲らずキバー、ライブとのコメントをつけて、ツイッターに投稿していたことが分かった。このショーケースは、その後消毒、アイスケースに陳列されていた商品も全部撤去され、このショーケースで問題が発覚した同日午前1時半頃から消毒が行われた。 同午後4時頃までにこのショーケースで販売されていた江崎グリコ、ミルタマと、イムラや小豆バーの購入者に対し希望者に返金を行う処置を取った。犯行に及んだ来店客に対する刑事告訴や賠償請求については明らかにされてない。ありがとうございます。